いいですか、はい、まず、国連から読解勧告が出されているということを沖縄県民がどれぐらい知ってるかということなんですけども、ほとんどの方が知らないということだと思うんです。で、知事への要請文の中にもあるんですけども、広報等を使って県民に知らせるということをですね、これ県民に知らせるという意味ではですね、一番まあ、テレビとかが一番ですね、認識強くすると思うんですけど、今回はあの地元の西の北の方もお見えですから、新聞の方でこの国連から勧告を出されたということをもっと、記事にして報道していくべきではないか。これ事実ですから、これをどう判断するか、県民にするにしても、この事実をもっと報道してもらいたいっていうことですよね。それによって県民が危機感を持ってくる人もいれば、別に自分たちは先住民族なんだと思う人がいてもいいんですけども、それは、広報正しくみんなに知らせるっていうのは、マスコミ新聞としての使命ではないかなっていうふうに考えます。ですからその辺はもっともっと大きな記事にして、県民に知らせてほしいなというふうに考えています。そうです、はい、はい、よろしいですか。他にマスコミ各社は何かありますでしょうか。もしなければ、議員連盟からも何かあります。コメントは何かもしあれば。今はいいですか。はい、またアンケート結果、取れたらまた、まあ、次の様子が見えてくると思いますので、またその時にもよろしくお願いいたします。よろしいですか。はい、それでは以上でですね、この質疑、そして質問の方を閉じさせていただきたいと思います。ぜひマスコミ各所の皆様にはですね、こう何度も足を運んでいただいて大変恐縮なところであるんですけど、私たちの思いというものをぜひこの報道を通してですね、こう県民に広く、川西さんがおっしゃったように、真実でありますから、これをしっかり報道をしてもらって、そして先ほど事務局ね、中村さんからもあった通り、私たちは決して押し付けてるわけではありませんので、このそういった議論のうねりをこうどんどん広げていきたいっていうこの思いから、私たち議員連盟その思いで熱、この熱意、思いだけで私たち行動しておりますんで、ぜひそれをですね、認識していただいて、このマスコミの皆様にはこの記事として県民に報道していただく、これを本当に伏してお願いを申し上げて、今日の、記者会見を終了とさせていただきます。お忙しい中ありがとうございました。お願いします。よろしくお願いします。